はい、どうもメスです。本日はですね、タイトルの通りそう、この男を使っていきます。ブライムディアス、サブアカです。はい、本アカで最近狙いの選手がマジで引けない、まあ、サブアカでちょっと使っていこうかと。もうどうしても使いたかった。もう絶対強いもんだって。これ能力見てくださいよ、この能力やばいでしょ。ドリブル数値が、TS100G で、関数99いきますね。で、パス能力も高くてスピシュンも85へと、まあ、決定力こそ低いけど、まあ打ってもギリ打ってもいいかなぐらいのレベルで、さらにですよ、スキルダブルタッチルーレットエチタンジクラ、まあいろいろね、足元系のスキルがありつつ、ワンパスルーパスというね、神性能、もうね絶対強い。で、あ、もう一個言ってなかった、あと身長171センチ、これもねめちゃくちゃこねやすいんですよ。俺もね絶対このブライムディアスは強いと思う。で、過去最強なんだよね多分このブライムディアスね。あのミラン版とかも出てるけど、能力値がおそらく過去最強ということで、いやもう絶対間違いなし。決定力がねそこまで高くないので、今日はねまあまあドリブルで見せて、ドリブルでパスしてアシストしてやっていければという風に、うん、大丈夫かな、うん、不安になってきた。さあ、ということで2試合目なんですが、ちょっとね1試合目面白い試合だったので、ちょっと別途動画にしようと思います。はい使用は2試合目です。1試合目ね、ほとんどあの諸事情でちょっと使えなかったので、はい、まずはちょっとね、あのプライムディアスをしっかり使っていこうと思います。はい、エピックとかね、ビッグタイムがいないので、まあしゃあないね。この辺はなかなか不調とか引いちゃうけど、交代メンバーもいねえんだよな。まあしゃあない、行きましょう。これでやばいな、おあいつさん結構うまいなブライムディアス全然ボール触れません。やばいです。ブライムディアス主役だからちょっと触らせて頼む。あーやばいやばいやばい、悪循環沼モード入るよこれ。ダメ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 、その考えがダメ。さあいけるよ、かわしてナイス、いいよ、トラップトゥルー。さあ、ブライムディアスが作ったチャンスが身を蒸す。もう一回ブライムディアス行くか。あー、やばいね、これ。お、かわして、いいよ、ブライムディアスの意思はまだ繋がって、ファールはないか、取れる。まだ繋がってる。ブライムディアスの意思が繋がって、終わった。まだ繋がってる。ブライムディアスの意思はまだ生きている。まだ生きて、うん、終わった。終わりました。ブライムディアスの意思はまだ生きている。終わった。なんかこの落ち着いたパス回しがマジで厄介。いやー、これ全然ダッシュボタン使ってないんだよね相手。いやだからそれがね逆にむずいわ、崩すの。ここは、あ、いいよ、ネイマールで、ここ、あー、もう打っちゃっていいかもな、あの辺。いや、うまい、あー、うまいな。この辺がね、おい、落ち着きすぎだぜお相手さんよ。行くぞ、ブライムディアス、よし、来た、来たか、お、ブライムディアス、おい、来たよ。さあ、ブライムディアス、いけるよ。うーわ、持ちすぎたか、いや、そんなことない、いいドリブルだ。もう一回戻して、はい、もう一回出せます。あー、出せませんでした。いや、取れる、来た、打っちゃうか、うわー悩みすぎた。ちょっと、おやつさん、空気読んでもらって空気読んでもらって、あの一生懸命守備してるけど、だいぶ内容守備っすおじさん、おじさん、だいぶ試合内容守備っす。おじさん、もっとガンガン攻めるなら攻めるで、そのじわじわ攻めるのやめてもろておじさん、だいぶじわじわが効いておりますが、俺にだいぶ効いておりますが、もうちょっとガッツガッツ来ていただけると。おお、いいよ、サネ、ナイス。いや、キープしろ、頑張れよ、サネ。よし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 、まだある、まだある、まだある。サネ、一回サネ。で、ここでブライムディアス。はい。一人かわして、これがでかい、これができるのが、うーわーさあ、残り時間1分。やばい、やばいぞ。おやじさん。おやじさん。塩試合じゃねえかよ。さあ、ということで2試合目、この試合でブライムディアス覚醒して動画ちゃんちゃんって終わりましょうか。はい、いや、覚醒する可能性全然あるよ、せーの、あーはっはー風潮。
さあ、ブライムディアス、お願いします。ブライムさん、お願いします。いいよー。さあ、いい。いやー、いい。よーし、出てないよね。素晴らしい。めっちゃいいパス出すやん。よし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 。見て、このコネ、取られないボディコン。そしてこのパス、素晴らしい。完璧。ちょっと待って、ブライムディアスに渡したい。そう、あとはこいつが何とかしてくれる。あー、不調だめー。いや、まだある。不調だからって諦めんな。やってくれる、やってくれる。はい、不調でもこのパフォーマンス、いいよ。いったか、ブライムディアス起点で。いやー、まだある。ブライムディアス起点だよ。あー、無理かー。さあ、ブライムディアス、アシュラコントロールやっぱいい。おー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 、もうどうせ取られると思って別の話題しようとしてたら、めちゃめちゃいいドリブルするやん。ディアスさん、ディアスさん、ディアスさん、さすがだぜ。うーわー、いける、まだある、まだディアスさん活躍できる。ドラップトゥルーはやりすぎたか、やりすぎたね。いや、これがディアスマジック、いける。あー、惜しい。チャンス、チャンスだよ、チャンス。ブライムディアスがやって、決めちゃったりして、よーラッキーラッキーラッキー。あれ、ブライムディアス、ごめん、主役だけど、あれちゃんめだっけ。やべやべ、ちょっとプレイスタイル忘れちゃった。よー、ブライムディアス行こう。不調だけど、不調だけど行っちゃおう。さあ、ブライムディアス、いい間だよ、いい間、これはいい間。おお、どうしたどうしたどうした、荒れるかい。やめて、なんか変なところでスライディングしなかった、相手どうなってる。あ、レッドカードだし、相手ブライムディアス、まあまあまあ蹴れるでしょう。いや、逆にね、逆に逆になんですよ、これ。全然曲がらないじゃん、それが逆にこう蹴りやすいと。はいはいはい、いいよ。相手は動かし動かし、まあいろいろやってますが、次こっち、よし、これで蹴ろう。そっちかーい。相手これなんかもうやけくそになってない、気のせい。あー、もうもうスライディングしとるやん。オッケーオッケー、ドーン。あー、やってるわ。はいはいはい、もう相手やけくそになってますね。はいはいはい、まあまあまあ、これはね、もうなんて言うんでしょう、まあ苦し紛れというか。はいはい、はぁ、負傷対象、うわ、許せねえ。あ、もうこいつはもう万死に値する。右食べ、右食べ、いやあ。こいつ駆け引きだけはうめえな。オッケーオッケーオッケー。いやー、もう俺はね、大人なんで、はい。大人なんで、はい。オッケー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 。さあ、まさかの、まさかのノーファール。さあ、プライムディアス、もう一点、もう一点いっちゃおうか。はい、はい、やっちゃった。で、はい、蹴っちゃって、ナイト、うわはい、取っちゃって、あー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 、もう相手もめちゃくちゃ、これこれはね、相手に騙されてはいけません。はい、相手、こいつこいつ結構やるな、この駆け引きがうめえんだけど、このクソ野郎。よし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 、ドガンと、うわはははおい、ブライムディアス、アットトリックするぞ。もう相手やる気なくなってるから、もうお前のブライムディアスの本当に輝くプレーのおかげで相手の心が折れた。ということは、もうブライムディアス、こっからハットトリック取ってくれってことなんですよ、お相手さん的にね。もう取っちゃおうぜ。お、ナイスナイスナイス、背中トラップ、はい、かわしちゃった。くっさまあね、なんだろう、あれだな、なんかスライディングしてっけど、普通に、うん、もうなんかスライディング、してない、放置の方が多分守備お上手ですよ、ワイツさん。まあね、ヤマト魂って書いてあるんで、ワンチャン動画見てくれると思うんですけど、あなた多分操作しない方が、守備上手いですよ。うん。ごめん、傷つけたら本当に申し訳ないんですけど、うん、多分動かさない方が、まだいい守備しそう。こうやってね、なんだろう、負け試合でも、一生懸命ね、ワンチャンあるかもみたいな感じで、やった方が、多分上達するんですよ。こういうことね。こうやって、もうすぐ、ふてくされて、やっぱスライディングやっちゃったりすると、そりゃね、もう上達せんわ。さすがに。
俺もう絶対デスラとかしないもん。これちょっと思考しとくわえ、またノーファールなんだけど謎のノーファール。あ、ハットトリックかこれ。はい、うわー、ハットトリックならず。さあプライムディアスいっちゃおうか。うえー、はい、かわしちゃって、うえー、あー、まあまあまあ、これはねもうドリブル相手止めれてなかったですからね。素晴らしい、不調でこのパフォーマンス、いいね。これね、あの2本連続こっちやってるじゃないですか。もう今度はこっち、さすがに読めないはず、さすがに決まる。はい、オッケー、はい、あっはっは、いやー、ブライムディアスも狩られたか、これひでえな、これひでえな。スライディングでもうまいね。デスラ俺さ、普段あんまりしないからさ、あんなに上手にできない。デスラの才能あるね、お前さん。その練習でもしてんのかな。また流してくれた。あれ、俺審判味方についてくれてるか。俺一切ファール取られないんだけど。あ、これやばいね。ああ、はいはいはい、まあパフォールだろうね。うんうんうん、まあしょうもないんでカットで。はい、ブライムディアスいっちゃおう。あーっと待って、ブライムディアスまだチャンスある。ブライムディアス、よーし、オーケー、よし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 、ハットトリック、ナイスー、うー、はーい、勝利しょうもな。あー、まあ好調で使いたかったけど、まあ行きますか、これで行こう。さあラスト1試合、さあブライムディアス、早速行くか、早速行くか、早速行っちゃったー、うー、いい。さあこれブライムディアス決めたいね。そう、全然もう曲がらないはずだから、逆にこれねコントロールしやすいんですよ。頭さえ、お、飛ぶ気満々かってことは、足元下通しちゃったり、オッケー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 、あー切断だー。はーい、ということでホワイトさんギブアップとなりました。いやー素晴らしい。いや、ブライムディアス当てた人ね、マジでいいよ。うん、いや俺欲しかったな、本若で。まあさすがにね、ライブアップで C とかだとちょっとね微妙なところですけど、まあこれからねライブアップでまたねヨーロッパリーグ始まって復活してきて、レアルなんでまたね B とか A とかになればめちゃくちゃ使えるんで、ぜひともコネコネしよう。